違う、スイカは野菜だって。いやいや、果物でしょ。土から生えてるから野菜。は？野菜がデザートに出るかよ。甘いから果物とか持ってるでしょ。頭ある。違うわ。どうします？店員さんもスイカは果物だと思いますよね。いや、私は野菜派ですね。ほら、木から合ってないので野菜です。そうですよね、店員さん分かってる。メロンもイチゴもそうですね。え、でもメロンもイチゴも果物売り場にありますよね。確かにスーパーや高級果物店では果物として並んでいますが、これは消費者目線での分類であって学術的な野菜と定義されます。そもそも野菜とは新鮮な状態で主に副食として利用される草本性食用植物の総称とされています。草本？柔らかい茎の植物という意味です。へえ。一般に野菜はいろいろな部分を食べるのに対して果物は実だけを食べるのが特徴です。確かに、ごぼうは根だし、キャベツとか葉っぱだもんね。え、じゃあスイカも。ただ野菜は1年生か2年生の草なので、収穫が終わると畑を片付けて別のものを作ることがあります。これに対して、果物は多年生の木になる実なので、同じ木で何年も、時には何十年も収穫を続けられます。つまり、スイカもメロンも野菜ということになります。おお。私はこの説を支持しています。私もこれで分かった。スイカは野菜なの。うん、そうだね。店員さん、なんでそんな詳しいんですか？大学で農学部に行かれてて。おー、そうなんですか、はい、すごい。